選手たちが入場してきました。画面左側、青のユニフォームホームブラウブリッツ秋田、そして画面右側、白のユニフォーム徳島ヴォルティスです。明治安田生命 J2 リーグ最終節、ブラウブリッツ秋田対徳島ヴォルティスの一戦です。棚橋が全然生きてないんですよね。そうですね、棚橋、森海斗の名前、我々実況解説陣もなかなか呼べていないところですが、杉森入ってきた。さあ中にはターゲット3枚、そのまま狙ってきました。今の積極性素晴らしかったですね。良かったですね。いかがですよね。あー、押し出た。さあここ、うん、この位置からシュート狙ってきました。ナイスキーパー、かっこいい。ニアサイド、ゴール。さあ吸い込まれました。最後中村ですか ね、はい、中村から最後この混戦の中で見てみましょうですね。まだ内田が握ったボール、この位置から入れてきます。五郎岡のクリア、ここは高田宗也のところに転がっていきます。高田宗也と高田亮太のマッチアップ。おこの位置からシュートきました。しかしナイスキーパー。おーナイスキーパー、ナイスディフェンスですね。こぼれ球秋田回収。さあ中には3枚います。三上のところ、さあおーナイスだ。ウープシュート。しかし田中が触っています。いや田中ナイスキーパー、はい、三上もナイスアイデア。森高大との競り合い、梶谷、三上左に振って三上シュートー、まだありますよ。しかし田中ナイスキーパー。うわ三上最後はそれでいきました。いや田中、それとも徳島が粘りを見せるか。さあまだ目安は残り2分あります。やはりもう徳島もボールを入れてきます。おっとここは森海斗に対してのファールがあって PK か。決めました、徳島同点。自分たちの流れ掴んでいた中で、さあまだプレーは続きます。しかしここでホイッスル、試合終了。今季最終戦、秋田と徳島、